ただけるというふうなことでお話を伺いましたので、それこそベールだったりとか、こういう後ろの取り外しのトレーンだったりとか、おリボンとかは詰めて考えてきます。いいですか？こんな感じでいろいろ考えます。縁がある町、縁がある城じゃないですか。本当に伝えるっていう意味では、私はドレスを通じて花嫁さんやご新郎ご新婦にハッピーを届けたいなって思ってるし、町を挙げての大イベントなので、それにこう見合うようなじゃないけど、みんなに感動していただけるようなドレスを作りたいと思っています。はい、結婚式あげてなかったからあげたいなっていうのと、ハニーさんのドレス着たい。何か思い出に残るように、子供が大きくなってからもうここであげたんだよって教えてあげられたらいいかな。素晴らしい場所なので、はい、ここで結婚式していただいて、縁があるっていいとこだなっていうのと、はい、なんか、ね、この街を通して幸せになっていただきたいなと思いまして、はい、皆さんですね、特にあの若い人なんかもたくさんボランティアで今日も参加してもらえるんでですね、はい、すごく、ね、町みんなで、ね、応援してやりたいと思います。今ドキドキしてます、ね、絶対に成功させたいと思ってますし、成功してほしいと思ってます、まあ、町の方なんかも初めてウェディングやるっていうんで、なかなか来たことないけど見に行ってみたいっていう声があったりしてるので、まあ、たくさんの方来てくれればいいかなと。コスモスの結婚式にふさわしい花嫁さんできたと私は思ってますけど。そうですね、私も朝からもう日本一の花嫁さんを作ろうと思って、もう気合を入れて2人以上に緊張してたと思うんですけどでもなんか少しでも力になれて、綺麗にかっこよくさせていただく、あの協力ができて本当に自分も幸せに思います。お母さん喜んでくれるかなってすいません、喜んでもらえたらよいいなって思いますよかったね、よかったです泣きそうになっちゃう、何も
幼いリヒトのことを思い北海道に返してくれた福島の父母に感謝し、その思いを大切に家族3人頑張っていこうと思います。笑顔がとても素敵でいつも元気いっぱいのヒロミ、ずっと笑いの絶えない家族でいいよね。リヒトとヒロミが大好きです。リヒトのことを一番に考えてくれてありがとう。私はそんな優しいユウシ君が大好きです。1000万本のコスモスが可憐に咲き誇る中、二人が思いを伝え合い、多くの来園者の立ち会いのもと、二人を誓い合ったことを認め、二人の結婚を祝福し、証明する。おめでとうございます。お母さんはいつも私の味方でした。いつも優しくて何でもこなしてしまうお母さん、私の目標です。私もお母さんみたいなお母さんになりたいです。新婦ひろみさんから新郎ゆういちさんのご両親、そして新婦ひろみさんのご両親に感謝の気持ちのお手紙。愛の鐘が二人を幸せと導いてくれているかのようです。ゆういちさん、ひろみさん、本当におめでとうございます。コスモスの畑の中で一番綺麗で可愛いコスモスにしてあげたい。デザイナー伊藤ハニーさんがそんな思いでデザインしてくれたコスモスウェディングドレスをまとった新婦ひろみさんがコスモスに囲まれたバージンロード。お二人に伊藤さんが描きましたデザイン画がプレゼントされました。おめでとうございます。本当にとっても綺麗ですね。よかったね。本当にドレス着れて。こんなに綺麗なドレス着てね。泣きたくなっちゃうわまた。よかった。嬉しい。すごい感動です。感動しました。どうですか、綺麗でした。嫁さん最高でしたね。本当に結婚式だったと思います。これを機会にね、また町の人もここが本当自分たちの財産なんだっていうふうに思えるでしょうし、しっかりまた作っていきたいです。